あれ言ってる。手前かな。自転車3日目かな。で、日曜めっちゃ、日曜だったんですけど、すんげえなりまして、で、しかもなんか、まず、めちゃくちゃ、夕方、あったかかったんですよね。で、めっさ着込んでて、かつ、その上から、出前館の、赤いやつ着てるっていう状況で、パソコンで言う、CPU がめっちゃ熱くなっちゃって、全然もう処理できないような感じになっちゃって、で、ちょっとこう、まあ、混乱じゃないですけど、で、秋葉原もすごい人混みが多くて、ちょっとこう、混乱してて、現金決済、一度ミスり、現金、いやもうほんと、絶対バッテリーを買ってた。現金決済一度ミスり、ミスって、で、あれなんか、直感で、あれなんか違う、おかしいなって思って、なんか違和感感じたんで、一回確認したんですよ。下で。そしたら、あれ、なんか、なんだっけな、1650円とかだったんですよね。支払いが。で、で、なんか、ね、お釣りがなんか、210円とか20円とか、要はその50円返してなかったんですよ。あれだから、なんかあれ違うわ、これ、と思って、一瞬で気づいて、またベル鳴らして、あ、すいません、間違えてたんですけど、で、結局合ってたんですけど、あれ、もう着いた、これ。で、で、それ起きた原因ですね。まず、段取りよく準備しておかなかったっていうので、現金決済に慣れてない、なかった。Uber でやってなくて、で、現金が割と、現金決済がめちゃくちゃ多かった。多くて、もう本当に6割ぐらい現金決済で、しかも1万円とか結構出て、途中は崩したんですけど、コンビニで。15000円分千円札入ってて、だからもう千円札が足りなくて、っていう状況で、もうほんと現金決済がめちゃくちゃ多いのが結構びっくりして、で、聞いたらやっぱりなんか多いらしくて、特に銀座とかの現金決済がすごい多いらしくて、で、それすごいびっくりしたんですけど、だからUber やってる人とか絶対現金決済導入した方がいいわっていうふうに思うんですけど、そんでなんだ、あ、そうだ、あとやっぱり服装、赤い出前館のやっぱ服装がやっぱり良くて、ちょっとコーヒー飲もう、もうコーヒー飲みたいわ。まあいいや。で、やっぱり、なんか、僕、こういう、挙動不審がデフォルトなんで、やっぱり、Uber の時ずっと、やっぱり怪しまれてたんですよね。すごい、なんか、挙動不審者みたいな感じに、自転車乗ってる時ですよ。ドコモの自転車乗ってる場合の時ですら、そういう風に見られてて、でも、出前館の、自転車、後ろ、赤いやつが、なんか箱みたいなのあって、で、なんか赤のジャンパーと、赤の帽子で、統一感のある、レッドを、なんか、着てると、全然、怪しまれなくて、やっぱりそういうなんか、制服って大事なんだなっていうふうに思ったんですよね。なんで制服って必要なのかって、
そういう、なんていうんですかね、その、まあ当たり前の話かもしれないんですけど、やっぱ信用なのかなっていうふうに思ったんですよね。信用をその統一させるっていうのは、これめちゃくちゃ大事で、いや、その制服なんか別にいらないでしょとか思うんですけど、やっぱり制服がなんかその、ちゃんと分かってないと、あっちは、この人はどんな人なのかっていうふうに分かんないわけじゃないですか。だけど、その例えばそのマクドナルドの制服とか、その出前館の制服とか、分かりやすいし、そうすると、そのパッと見、その店員さんなんだとか、出前館の人なんだっていうのが分かると、やっぱり、その、なんていうの、安心感とかがやっぱあると思うんですよね。特にその、まあ、外とかで、そういうのってすごいその、安心感みたいな大事と思うんですよ。で、やっぱそれがやっぱ大事だなっていう、思ったのと、あとなんだっけな。あ、そう、だから現金を、なんでしくじったかって、なんかまず、3件ぐらいピックアップし